どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。 GO プリンセスプリキュアポーチガム前期版と後期版をご紹介したいと思います。まずはこちら前期版ですね。パッケージ見ていきましょう。こちらにはパフとアロマがいますね。そしてこの前期版の時には3人しかいませんね。フローラ、マーメイド、トゥインクルとなってます。上はロゴマークになってますね。後ろはこのような素敵な衣装となっておりますね。可愛いです。そしてこちらが後期版となっております。後期版はモードエレガント、桜、サンゴ、銀河、サンですね。こっちは変わらないですね。パフとアロマになってます。後ろはとても素敵なまた衣装になっておりますね。可愛いです。では早速中身開けてみましょう。はい、中身は先ほどと同じパッケージ。この中にあるのかな。はい、シールが入ってるんですよね。でまずシールいきましょうか。はい、こちらみなみちゃんですね。カイドウみなみと書いてます。そして後ろははるかちゃんですね。春のはるかと書いております。こちらの2枚が当たりました。そしてその中に入っているのがガムですね。はい、こちらの丸いガムが8個入ってますね。続いて後期版開けてみましょう。こちらも中は全く変わってないですね。そしてシール、はい、キュアスカーレットモードエレガント3ですね。そして後ろは、はい、キュアトゥインクルモードエレガント銀河ですね。こちら2枚が当たりました。ちなみにこのポーチガム開けた後ちゃんとした小さいポーチにすることも可能なんですね。こちらに穴が開いておりますので、こちらの突起部分と引っ掛ければ、はい、このようにちゃんとしたポーチになるわけですね。もちろん後期版も全く同じやり方です。これで素敵な小さいポーチになりました。以上で GO プリンセスプリキュアポーチガム前期版と後期版の方をご紹介いたしました。シールのデザインもとても可愛くていいですね。そして見事に、はるかちゃん、みなみちゃん、きららちゃん、とわちゃんと順番に当たっております。これはとても良かったんじゃないでしょうか。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。